はいどうも、ゼトチュンです。本日はですね、こちらですね、ガビックさんの、シューズクリーナー、こちらをね、購入したので、実際にね、試していきたいと思います。で、書いてあるんですけど、繊維に入った汚れを浮かして落とすというところで、今回はこの汚れがね、すごくわかりやすい、ティエンポレジェンド8エリート HG で、こんな感じでね、ニットのところも汚れているので、こちらでお手入れをしていきたいと思います。まあ、ニットのね、汚れまで、しっかりと落としてくれるというお話なので、実際にね、これを使っていきたいと思います。まあ、とはいえ、まずはちょっと汚れがひどいので、ブラシをかけていきたいと思います。はい、ブラシの方かけてきました。ちょっとソールの方はね、また、この動画撮った後に落としていこうと思うんですけども、早速ね、こちらのガビックのシューズクリーナーを使っていきたいと思います。使い方は、よく振ってから開けて、まあ、タオルに揉み込んで使うようなものになっております。こういう泡状ですね、のものが出てきます。で、おお、すごいな。かなり、もふもふっとしてますね。で、これで、拭き上げていくわけですね。ちょっとアルコールっぽい匂いがします。このように、振らずに出すと、全然泡として出てこないので、注意が必要だと思います。しっかりと振ってから使いましょう。はい、こんな感じですね。結構ちゃんと綺麗に取れました。はい。ということで、今からニットのところもね、落としていきたいと思います。ちゃんと振ってから、出します。で、ニットのところを拭いてみると。はいですね。さすがに紐は抜かないと、ちょっと綺麗に落ちないですね。紐抜かずにね、落ちたら最高に楽だったし、それで綺麗になるんだったらね、すごかったんですけど、さすがに紐を抜かないと、ちょっとなかなかすぐに綺麗にはならなさそうです。さあ、紐取ったのでやっていきます。ちょっと、そんなに落ちてないですかね。ちょっと直で一回やってみます。はい、こんな感じですね。ちょっと特に汚れが繊維のところまで落ちてる印象はありません。もうちょっと続けてみます。何回かやればね、もしかしたら変わるかもしれないんで、さすがにパッケージに嘘は書かないでしょうというところで、ちょっともうちょっと何回かやってみます。はい、追加で2回ぐらいやったんですけど、ちょっと基本的にそんなに落ちてないと思います。正直アッパーのね、汚れは取れたんですけど、繊維の汚れまで浮かすという話だったので、まあ、ニットにね、すごく効くかなと思って買ったんですけども、これだと多分今まで使ってたスニーカーシャンプーとかの方がより落ちてますね、汚れ。はい、というわけで今日はガビックのシューズクリーナー使ってみたわけなんですけども、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、思ったほど落ちなかったというのが正直なところです。この繊維に入った頑固な汚れを浮かして落とすっていうところに関しては、ちょっと感じれなかった。やり方がね、もしかしたら良くなかったのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと何回やってもうまくいかなかったので、今回はこれでね、終了にしたいと思います。こういうムースタイプのシューズクリーナーっていうのはあんまり見かけないので、ちょっとね、新しいものを試してみたいなって方に関してはね、ぜひね、試してみていただければと思います。というわけで本日はガビックのシューズクリーナーの、使用した感想でした。ご視聴ありがとうございました。